第20回隣の山本の大喜利大会。さあ20回目でございますけども、すごいな、ね、ね、今日もね、いろんな人がたくさん来てくれました。なんか向こう側にもいて、今日13人ですね。最多ですね。最多13人で、なんと今日あと山田がいない。残念。いつも秋がまとめてくれたのにいないから。今日ノブラベンダー初めての MC だよ。ノブラベンダーよろしくお願いします。MC 経験ある今まで。MC 経験ないです、ね。ないよね、初めてだよね。はい、頑張って。この面と面と面とでやらせてもらってるんで、頑張ります。はい、というわけで、簡単にルール説明なんですけど、今回は、まあ、1台10分で、はい、2問やります。はい、そして、それを3点満点で MC のノブラベンダーが点数をつけて、独断と偏見で優勝者を決めるという。誰が一番ノブラベンダーに気に入られるかっていう、はい、そういう20分間気に入られたい、気に入られたいすり寄るぞ。ノブラベンダーこの前あの占い師に占ってもらう機会があって、あ、そうですね、そこでなんか3年後テレビで見ない日はないって言われたんですよ。いや今の、これ今の自由しかない、今の自由しかない、今日ハマるしかないっすよ。今か今かと。ノブラベンダーさん25年来るよって言われて、すごいな。優勝したら忘れないでね。というわけで、今日一緒にやる人たちの自己紹介を、じゃあ、はい、こちらからお願いします、はい、あ、ハッピーチェーンソーの吉宗と言います。よろしくお願いします。同じくハッピーチェーンソーの千葉です。よろしくお願いします。一人はフィクサーなんで。こういうタイプじゃない。フィクサーなんで。タルラのトキです。よろしくお願いします。ユージローって名前でピン芸人やってます。お願いします。タチェットの坂本健太です。よろしくお願いします。電気グラスの前田です。お願いします。はい、ノブラベンダーです。お願いします。はい、隣山本です。お願いします。さあ、というわけで早速、はい、じゃあ皆さんに考えてもらったお題の中からランダムで一つ引いて、ここからの進行のノブラベに任せますんで、任せてください。いきます。いきましたよ。緊張するわ。緊張するわ。おっしゃー、頑張ろう。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。これ誰ですか、考えたの。川村さん。そういうことですね。川村大統領でした。ゴキブリの名前を変えて親しみやすくしろ。親しみやすくしてください。じゃあスタートでーす。はい、もう早速いきます。はい、千葉さん、ようぞ。ゴキブリの名前だけ書いて親しみやすくしてください。はい、大黒もぞもぞ。おー、親しみやすいか。以前嫌だな。以前嫌だけど。ゴキブリの名前だけ書いて親しみやすくしてください。クロちゃんです。ストレートストレート。親しみやすい。ゴキブリの名前だけ書いて親しみやすくしてください。ゴキブリ。おお、正解かもしれない。確かに、出ちゃったかもしれない。いいな、まだ9分ぐらいあるよ。全然ある。正解出た後きついぞ。はい、お、トキさん、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。藤岡。藤岡。いいと思います。気持ちはわかります。はい、はい、はい、坂本さん、はい、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。リビングの守り神。異名みたいな。確かに急にありがたくなった。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。ラブリー。一応ブリーが、一応ブリーが、なるほど、ブリーだけやっぱ伸ばさないから本当がわかんないんで。はい、みんな気づいた。トキさん、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。大親友の彼女の連れ。あ、パスタ作ってくれる。怒られるよ。それ。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。スバシっこくて可愛いとスバカワ。いいな、チリカワみたいな。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。 GKB48 48匹いそうで怖いな。あー、すげー、めっちゃいる。ゴキブリって言うと分かってる。はい、あと山本さん、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。空も飛べるはず。おー、わー。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。はい、いつもそばにいるよ。怖い。お前嫌なんだよ。聞いたら嫌なんだよ。そうだね、お前が言うなって。いいっすね。おい、モテるみたいな。
ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。飛ぶやつ飛ぶやつこれ何でもあるだろ、これハイキさん乗ってきたら強いですね。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。まあ、食べたらこんな感触かなって、プリプリエビっぽい可愛いけど嫌だね。可愛いけど嫌ですね。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。繁殖大権限ちょっとありがたみがあるちょっとありがたい交互示唆を入れてみて、ね、親しみやすくはないかもしれない親しみやすくはないけど、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。黒光りギャルメスなのメスメス。あ、坂本さん、ゴキブリを名前だけ変えて親しみやすくしてください。シンプルに友達化け物が言う友達やだ友達お前友達はい、できた。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。ゴキブリゴキブリ2回言ったね。大体なんかいい感じに見える、ね、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。ちょっとシンプルにクロッキーそれがシンプルクロッキーかわからないが何をシンプルだと思って常識感なさすぎるはい、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。黒だけじゃないから、あのチャゲチャもいるっていう。いいっすね。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。ムツ足おおシンプルに食べかす好き。だからシンプルなまだお題くないけどそう、すいません。お題を読み上げてからお願いします。シンプル知らないゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。シンプルにブラックマンこれが新しい流れが。これがシンプル。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。とてもシンプルにゴッキンブリンシンプルにゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。陸エビなのあれ。それは嘘つくなったらじゃん。嘘じゃない。エビネ名前とトキさん。じゃあ、はい、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。虫。うわ。いやでもハートの強さだよこれ。さあ残り2分です。よし。はい。はい、行きます。千葉さん。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。もうシンプルにも黒。見て分かんなくなってきた。シンプルにシンプルだよ。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。はい、シンプルに小悪魔アゲハン。アゲハン。ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。低身長低いね残り1分です。はい、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。掃除しないルンバはい、はい、山本さん、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。無職そうだけどさそうだけど分かんないけどね、ゴキブリ界の中ではあるかもしれない、ね、トキさん、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。褐色の弾丸かっこいい、かっこいい。はい、山本さん、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。中卒以下わかんないですよね。ゴキブリに学校があるのかな。ディスリー。ユージローさん、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。エビの尻尾と同じ成分のやつやだ。吉見さん、はい、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。まあ、アイドル風に家の隅っこ代表ゴッキー。はい、坂本さん、ゴキブリの名前だけ書いて親しみやすくしてください。イソロはい、はい、山本さん、ゴキブリの名前だけ書いて親しみやすくしてください。4文字変えると断密全部ね MC やって MC 次時ハマりした。トキさん、ゴキブリの名前だけ書いて親しみやすくしてください。早えよ
前田さん、ゴキブリの名前だけ変えて親しみやすくしてください。ダイヤモンド愉快に憧れてゴキ星ブリゴキブリと呼んで角田ヒロのやつだね。はい、時間です。あ、はい、まあ、1問目なんでね、1位から発表していきます。はい、1位、14点前田くん。やったー、おー、すごい。大権限、大権限、反復大権限、大権限、リクエビが好きです。リクエビのものか。ありがとうございます。2位、2人います、はい、13点、山本さん、トキさん。おー、おー、ありがとうございます。リズムが良かった。いや、でも頑張って、4位、2人います、坂本さん、龍二郎さん。おー、接ってますね。フルネーム、フルネーム、俺が呼ばれてないけど、ユージロさん。ここで貯めるんですね。貯める。もう分かってないですか。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 ドルル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 最下位が5票で、千葉さんです。わー、まあ、全然ね、10分あるからね、追いつけます。全然追いつけます。全然追いつけます。お題でこう向き不向きがね、前田さん1点なかった。あ、なるほどね、なるほどね、すごい、気に入ってるってことね。あ、なるほど。ああいう感じのやつか。みんなそこ行くぞ。ジュルジュル、ジュルジュル音がしてるんで。そこ行くぞ。オーラが出てる。なんか渡してて。みんなそこ行くぞ。でも次最終問題だから。次最終問題です。はい。じゃあ、お題引いていきます。はい。50歩100歩だろ、どんな争い。あ、これ俺です。五十歩百歩だろう、どんな争い。シンプルにメクと鼻くそ。シンプルにシンプル芸人なんですね。全部シンプル。シンプル芸人なんですよ。そう、ね。五十歩百歩だろう、どんな争い。湾岸戦争。深いわ。深い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 ですね。風刺担当。さすが風刺担当ですね。歴史文化学科だったらなおさら言えねえ。その上でそれか。もっとバカバカしく言いましょう。はい、本当ですよ。本当ですよ。楽しく楽しく。楽しくよ。50歩100歩だろう、どんな争い。朝シャン派か夜風呂派か。夜風呂。50歩100歩だろう、どんな争い。私対仕事。出た。どっちが大事か大事みたいなね。50歩100歩だろう、どんな争い。4月は長袖だろ半袖だろ。あ、すげえ分かりやすい。確かに確かに。やばいな、数。50歩100歩だろう、どんな争い。浜田ブリトニーか普通のブリトニーか。はい。お、山本さん、50歩100歩だろう、どんな争い。絶滅した旅行馬と VS 乱獲する人間。いやー、わからん、深いなぁ。意味が受け付けないわ。できれば触れたくないんだよね。ゆうじろうさん、50歩100歩だろう、どんな争い。ドクターグリップかラミーかの争い。おー、これすみません。ちょっとわからない。全然わからない。終わっちゃった。すみません。はい。トキさん、50歩100歩だろう、どんな争い。マック派、はマクド派。いや、全然、全然そういうことですよ。そういうことですよ。全然そういうことですよ。合ってます、合ってます。そういうことですよ。そういうことですよ。求めてるんですか。こういうことです。はい、50歩100歩だろう、どんな争い。店員の1万円入ります、必要派か不要派か。50歩100歩だろう、どんな争い。ちょっと社会派で木のストロー、プラスチックのストロ ー, おー、これはなんかちゃんと使い回すやつ、ストロー使った方がいいのかなっていうちゃんとした問題出てきて。そう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 、大喜利じゃない。そういう集まり大喜利じゃないの。セミナーみたいな。50歩100歩だろう、どんな争い。いや、草はこう、どっちにこう、あの、W の方だろう。残念。残念。なんで、なんで草はあの、この W の方だろう。50歩100歩だろう、どんな争い。あの、死はゴールかスタートか。おー、深い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 
50歩100歩だろう、どんな争い？トウモロコシ？トウモコロシ？トウモコロシは絶対違う。トトロでしか育ってない。50歩100歩だろう、どんな争い？LINE のアイコン、ペットの写真か、子供の時の写真か。50歩100歩だろう、どんな争い？コーヒー、食後か、食前か。違ったみたいですね。惜しかったよ。多分惜しかった。大喜利に違うのかはないから大丈夫くだらねえって言ってる人いる。50歩100歩だろう、どんな争い？これちょっとずれてるかもしれないですけども、エクゾディアでもエクゾディアどっちでもどっちだ。50歩100歩だろう、どんな争い？後輩に暴力を振るった晴間富士対態度が悪かった後輩。やっとちょっとエンタメに、すごい、やっとエンタメに感じました。ちょっとニュース系だけど寄ってきたな。ね。じゃあ、そのさん、50歩100歩だろう、どんな争い？ウィル・スミスとあのコメディアン。それ、それね、それですよ。50歩100歩だろう、どんな争い？松井和代対船越英一郎。何でもあるよ、これ。人気のやつ、何でもあるよ。これ、YouTube 乗るけど大丈夫これ。50歩100歩だろう、どんな争い？これ、ヒントになりますかね。ゴジラ VS モスラ。50歩100歩だろう、どんな争い？恐竜対隕石。ちょっと外した。さあ残り3分です。50歩100歩だろう、どんな争い？週刊少年ジャンプでの打ち切り作品とスペリオールのヒット作品のどちらが優れてる？2人だけつぶやいてます。2人だけつぶやいてます。おじさんだけつぶやいてます。ここだけ需要がある。ここにだけ需要がある。50歩100歩だろう、どんな争い？トランセルとコクーン。ポケモン。ポケモン。不思議な。全世代やってるから刺さったけど。50歩100歩だろう、どんな争い？ハンターハンター、救済してる？いや、続いてる？どっち？救済してる。救済してる。救済しました。救済してたみたいです。すいません。50歩100歩だろう、どんな争い？LINE の一言で、努力は報われるって書いてあるキラキラ女対それをバカにしてるキモい陰キャ。前田さん、50歩100歩だろう、どんな争い？エクザイルの巻貝か、土手の巻貝か。同じ気持ちだよ。俺だけじゃないよ。坂本さん、50歩100歩だろう、どんな争い？あ、俺花粉症じゃなくて、あのハウスダストだから。俺どっちも持ってる。だからそれがどうでもいいんだ。それがどうでもいいんだ。千葉さん、じゃあ50歩100歩だろう、どんな争い？じゃあのポケモンガチ勢に向けて、あの前世紀のゴーカザルか前世紀のバシャーモンか。ゴーカザルだな。回答きましたよ。決まっちゃった。50歩100歩だろう、どんな争い？45歳はおばさん。おばさんです。間違いないです。山本さん、50歩100歩だろう、どんな争い？松井秀喜を5打席連続敬遠した明徳義塾対それに激怒してグラウンドにメガホン投げ込んだ星稜高校応援団。長いよ。ちゃんと書いた、ちゃんと書いたね。ちゃんと書いた。50歩100歩だろう、どんな争い？34歳はお姉さん。重ねるな。シリーズなんだ。50歩100歩だろう、どんな争い？ナップサックかウエストポーチか。辛いな。これで終わっちゃダメだ。50歩100歩だろう、どんな争い？優勝決定戦で変化して勝った白鵬対それに土俵上でガンをつけた朝青龍。きついよ。よく出てきたら難しいもの。そんなに横引っ張ってきました。懐かしいニュースをちょっと前に帰ろうと思って。山本君編集するときもう一回笑うからね。はい、50歩100歩だろう、どんな争い？あのゲットワイルドかタフか。どっちか。先輩どっちか。よくない、よくない。聞こえた、聞こえた。おっと、聞こえた、聞こえた。前田さん、50歩100歩だろう、どんな争い？部屋とワイシャツと私が愛おしさと切なさと心強さと。やばっ。終わり。はい、結果出ました。
おー、はい、いきます。どっちからいきますか。7位から。下から。下からです。7位10点千葉さん6位13点吉峰さん5位14点裕次郎さん4位18点トキさん。はい、で最初の練習で飛ばしてきたんですよ。ちょっともう疲れる、まあ、ムードメーカーだね。ムードメーカーですから。3位20点坂本さん。おー、2位 どっちだ優勝者から。優勝者いきましょう。ここは優勝者、さあ前田さんか山本さんか。優勝は山本さんです。そう27点と24結構な逆転。最後、異常なもう回答数が異常な。あ、そっか、10大会ぶりぐらいで俺優勝したの。そうですね。あのシェイクソーランっていう、あの僕が YouTube に見つけた変な大学生呼んでやった時があるんですけど、その時以来シェイクソーランってチャンネル登録者70人のめっちゃおもろいじゃないですか。そう、YDK と僕で大喜利やった時以来いい20の節目でいいと思いましたね。ありがとうございます。レベル高かったですね、はい、なんか裕次郎君で4位とかでしょ、後ろが3人がすごいですね。そうですね。今回の優勝者は山本さんでした。